ぱり金曜の夜は日本酒やな。それにしても賑やかなお店やな。うん、こういうところむっちゃ好き。てかさ、よう考えたら私ら同期やのにあんまり一緒に飲みに来たことなかったよな。やんな。じゃあ今日は記念すべき日やな。よし、じゃあ改めて乾杯しよう。乾杯。花金はまだ始まったばっかりやからな。なあ、せっかくの機会やし今日は本音でいろいろ話さへん？今さ、時期的に仕事にもだいぶ慣れてきた感じやん。やからこそやりがいとか、まあ楽しみとかも増えてきたけど、その分悩みも増えてくるよな。なあ、最近悩みとかないん？私はあるんやけど聞いてくれへん？ほら、私 YouTube で活動してるや。それで弟も手伝ってくれてるねん。出演とか編集とか。でも最近その弟がめっちゃ生意気やねん。姉ちゃんもっと話す内容考えてから喋りやとか、姉ちゃん編集もっとこうした方がいいんやないとか。いや、もう分かってんねん、分かってんねんで。そうしたらいいんやろなとか分かってるし、まあ、反論もできひんねんけど、言ってること正しいから、まあ、そっか。ん？あれ？弟に感謝しないといけないのかな。あ、そうやな、そうやわ。弟、いつもありがとうってことやな。うん、ありがとう。悩み聞いてもらったからすっきりしたわ。お酒おかわり大丈夫？飲む？飲む飲む。すいません、日本酒おかわりお願いします。で、そういうあなたは悩みはないんですか？当てたろか。会社での立ち回りとかちょっと悩んでるんちゃう？自分はもうちょっとできるはずやのに、なかなか力を発揮できひんなみたいな、そんな感じで悩んでるんとちゃう？当たってるやろ。やっぱりそのくらい心の目にはお見通しやで。でもほんまに仕事頑張ってるよな。私ずっと見てたもん。え、嘘やないって、ほんまやって。なんていうか、あー、こんなに人のために動ける人っているんやなーって。先輩の考えを先回りして動いたり、後輩のミスもさりげなくカバーしてたり。でもそれを変にアピールするんでもなし、そういう謙虚さは見習わんとなっていつも思ってた。ただし、私から一つ君に注意があります。自分に厳しすぎる。たまには自分を褒めてあげへんと。十分頑張ってるんやからな。いつもそんな気真面目に考えてたらしんどくなるで。図星やろ。私はちゃんと見てるねんで。Vロートプレミアムでケアしてる心の目にはお見通しや。っていうか、仕事で疲れたら何で発散してんの？普段何してるかとか全然知らへんわ。趣味とかハマってることあるん？無趣味な男の人はモテへんで。私が最近ハマってるのは YouTube 見ることかな。で、よく見るのはゲーム実況。ゲーム実況、そう、ゲーム実況すっごい好き。まあ、何のゲームかっていうか、まあ、どの人見てるかとかは後で教えたるな。でも YouTube の動画面白いねんけどさ、寝る前に見始めるとなんか止まらんくなって。まあパートとかあるんよ、1、2とか、まあ、最終回までいっぱいあるんやけど、そういうの見てたら止まらんくなってさ、気づいたらなんか外が明るくなってたりするんよ。あとはそうやな、やっぱりロードバイクかな。気持ちいいで。休みの日に早起きして自転車こぐの。あ、せや、一緒にロードバイク乗ろうや。休みの日に仲間集めてロードバイクで遠征。綺麗な景色を仲間と共有できるなんて最高やんな。
目的地着いたらみんなで美味しいご飯食べて、帰りはのんびりサイクリング。そこから一旦解散してシャワー浴びて着替えたらもう一回集合。そっから飲むビールは最高やろな。飲みながらその日の思い出を共有。めっちゃいい休日やん。いいやんかビール。じゃあ私部長であなたを副部長に任命します。とりあえず副部長は部員集め担当、よろしくな。一緒にいて楽しい人と飲んでるとついついお酒のペース早くなるな。なんか私結構恥ずかしい発言してる？あかん、ほんまに酔っ払ってきてるわ。なあ、よかったらこれから定期的に飲みに行かへん？やっぱりこういう感じで話せるんは楽しいしさ。ほんま？よかった。もう二度と飲みに行ってくれへんかと思ったわ。今日実は緊張してたんよ。やからさ、それをごまかすためにベラベラ喋っちゃった。ごめんな。やっぱり金曜の夜は最高やな。お、時間も時間やし、そろそろ行こうか。2軒目。あ、もう帰るつもりやったん？そんなわけないやん。金曜やで。どうせ明日も何も予定ないやろ。やろ？よし、じゃあ2軒目行こうか。まだまだ夜は始まったばっかりやん。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。